はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は豪傑合体スーパーロボニャン紹介します。プレミアムバンダイで10個入りのやつ買ったんですけど、こんな箱で来ました。開けてみると5種類かける2個入ってますね。はい、ではまずロボニャンから開封してみたいと思います。ちなみにこれ全部5つ集めるとこのスーパーロボニャンが完成します。ロボニャン開封。あれ硬っ、すんなりいかへん。一応これ食玩なんでガムも入ってますね。あ、シール付き。ちょっと組み立てる感じですな。これ組み立てって言ってもすぐできそう。これをこう。ロボニャンめっちゃちっちゃい。超立体妖怪大辞典ぐらいの大きさ。はい、できました。ロボニャン&ロボニャン発射台。このレバーを引くと、どうなんやろ。うわ、当たるやん。え、でもすごい。もう一回やってみよう。はい、では、ロボニャン出動。これ、どうしても上に当たるんやけど。黒ひげ危機一発みたいな飛び方するな。続いて、ジーパンニャン開けてみます。いいよ。あ、ロボニャンの顔のパーツや。そしてジーパーニャンとトレーニングルーム。ジーパーニャンのフィギュアもめっちゃ小さい。このジーパーニャン氏鋭い顔してますね。はい、では、行きます。アタック。はははは。どっか飛んでってまうで、これ。はい、3パック目はゴルニャンチョコボ製造ライン A。ドン。はい、ゴルニャン&チョコボ製造ライン A できました。これルーレットになってますね。で、ここにチョコボをセットして、で、ルーレット回します。認めん。ダメ。あ、ジバニャン丸が出たら、ここを押して、チョコボを出す、みたいな。そんな遊び方ですね。四つ目は、トゲニャン。開けると、ほう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 。これ、組み立てると、じゃーん、こんな感じです。チョコボ製造ライン B。トゲニャンがこう、監視してる感じですね。で、ここにチョコボをセットして、このレバーを引くと、おお、クレーンみたいにチョコボを移動しましたね。すげえ。ラスト、5つ目は、ワルニャン。ちょっと疲れてきたよ。よっ。これを組み立てると、じゃーん、こんな感じです。ワルニャンなんかいかつい。はい、では、ワルニャン出動。おお、下っていく。かっこいい。ワルニャンのこのビークル似合ってますね。はい、ようやく5つ全部出揃いましたね。では、合体させます。ロボニャンの頭の部分。ちなみに頭なんですけど、こう、開いたバージョンもできますね。パッカパカやで。はい、では下半身と胴体も合体。できたー。スーパーロボニャンできました。大きさはびっくりジバニャンよりやや小さめですね。お腹のところ引き出しになってて、ここにチョコボもセットできます。で、後ろはこんな感じですね。すぐ分解しそうな作りになってるけど。これ、頭が開いたバージョンもできるんですけど、これは何モード？はい、以上今回は豪傑合体スーパーロボニャンの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。